皆さんこんにちは。忘れた頃に白柳ごじゃこでございます。まさかまさかの3回目でございますね。3回目ということもあってね、ちょっと気を引き締めていこうと思いますけども、大体スタッフの悪ふだけでやっておりますのでね、皆さんご了承いただきたいと思います。はい、ということでですね、さて本日のゲストでございますけども、ゴージャス動画初登場でございますね、モデルの初音さんでございます。よろしくお願いいたします。いやー、素敵、可愛らしくて、緊張しちゃう白柳。ね、ということで、初音さんは、1993年の1月9日生まれ、25歳。はい、1993年はい、93年。さっきじゃないの鮮明に覚えてる。さっき生まれた？さっき、そうですね。でも25年前。はあ、さっき生まれたね。はい、ええー、感じでございますね。とてもね、素敵なお嬢様でございます。モデルさんもやってらっしゃるとか。はい、そうです。あら、東京ガールズコレクションも出たみたいな。そうですね。東京ガールズコレクションで賞をいただいて。賞をいただいた。はい。なんか関東賞。あの東京ガールズコレクションのミスコンがあって、ミスコン、はい、それで特別賞をいただきました。あら、素敵。ちょっとこうやって素敵なわけですね。ね、ちょっとね。なんと日本人バランスといいますか、ハーフみたいな感じですね。そうなんですよ。日本とアメリカのハーフで、ずっと日本で育ってきたんですけど、お父さんがアメリカ人で、はい。でも英語も堪能な感じでございます。いや、それが、ずっと日本なんで英語ができなくて。あら。そうですよ。よく英語で喋りかけていただくんですけど、全然答えられなくて、むしろ多分一般の日本人より英語ができない。あら、残念ながら。ちょっとじゃあ真似します。私結構喋れる。あ、本当ですか？レボリューションピピッと。レボリューション、レボリューション、おう、うん、合格ですか？よくわからない、ね。ゆくさんはゲームが好きということで、ご自身の YouTube チャンネルもやられてるということですもんね。はい、ごちゃごちゃごちゃってなっちゃうしね。実況もやってるんですか？そうですね。あら、素敵ですね。はい、で、ミックさんの方はですね、やっぱマニアックな方で、ゲーム番組のレギュラーもやられてる。すごい、アニマックスでやってるんですね、これね。あ、まあ、そうなんですけど、ミックではなくて、初音と言います。初音、はい、初音ミックさん。それは結構大先輩の方になるので。初音、はい、ミクさんじゃない？あ、ミクさんではなく、初音が下の名前なんですよ。初音さんっていらっしゃる。はい、はい、そうなんです。ちょっと資料間違ってる。あ、すみません。あ、これか。シュネ太郎で、はい、おなじみの初音さん。はい、初音太郎。シュネ太郎。シュネ太郎。はい、シュネ太郎。シュネ太郎さんなんですか？あ、はい、そうですね。シュネ太郎とみんなに呼んでもらってます。おー。ミクさんは全然関係ないですね。あ、はい、本当に、はい、チュネ太郎さん、はい、チュネ太郎、まあでも初音の方が本物です。鶴太郎さん、鶴ちゃんですね。鶴ちゃんです、はい、あの性別も変わっちゃいますね。チュネちゃんですって言われてるんですよ。チュネちゃんです。白柳さん、白柳さん、おー、往年のやつ。ちょっとわかんないかもしれないけど。そうですね、わかんないですよね。はい、初音さんはインスタグラムもやってらっしゃる。はい、インスタグラムやってます。インスタグラムね、今流行ってらっしゃいますよね。結構投稿されてるんですか？そうですね、映えの写真を探して、うん、映えの写真、映え、はい、映えの写真を探しておしゃれなのは無償写真撮って、ハエだけ集めてるようなやつをやってるんですか？ああ、それもそれでおしゃれかもしれないですけど、うん、映え、インスタ映えですね。インスタ映え、はい、あ、なんか流行語で聞いたことある。あ、そうです、そうです、インスタ映え。あ、素敵な写真をインスタ映えというような記憶が今ふわっとやってきた。ふわっと、はい、ね、ということで、あ、資料があるのかな、これな、うん、これかな、あ、こちら、はい、これが、はい、そうです、初音さん、はい、あら、傘どうしたの、なんて。傘もささずに。ちょっとお腹が鳴っちゃったね。お腹が鳴っちゃった。やっぱ傘もさせないほどの、やっ
かれ、そのなんか。そうなんですよ。そっか、結構ね、ねえ、あ、厳しい生活をしてるのかな。頑張ってるんですよ。ちょっとこれね、これはでも渋谷ですかね。そうです、渋谷のスクランブル交差点で。あら、ね、ということで、はい、私もね、白柳もね、ちょっと同じような写真がこちらに。すごいすごいすごい、あなた渋谷だったでしょ。はい、渋谷です。私新宿で撮ってきちゃいました。本当だ、うん、ねえ、傘もささずに撮ってまいりましたけどもね。すごい技術ですね。技術じゃない、言ったのよ。本当に言ったんですか。言ったほら、そん完全にこれね積もってますよね。完全に積もってるでしょ、これね。うん、頑張って、スタッフ頑張ったでしょ。スタッフさんすごいですね。ちょっとインスタグラムやってみようかなと思ってね、これやってみました、ね。おしゃれ、映えだ映え。まだ、じゃあ、これも素敵な写真ですけど、これは、あなたの車ですか、これ。いや、ちょっと、私の車ではないんですけど、え、窃盗ですか。乗ってないですからね。乗ってない。これから、これから、やってやるぞ、みたいな。犯行予告、うんうん、え、これは どちらで撮られたんですか。これは韓国に旅行行った時にたまたま道で見つけた車なんですけど、ほうほう、たまたま見つけて韓国、はい、これ乗っていろいろゆこぷさんと行こうみたいな、そういうことじゃなくて、まあ理想ですけどね、さすがにそれは、うん、やってない、違うかな、やってない、やってないね。やってないですね。おしゃれな感じで、素敵でございますけど、私もねちょっとね、なんかこういう素敵なところで撮りたいなと思って撮ってきた写真こちらですかね。はい、ね、これはですね、結構ね素敵なところを探したらやっぱり一番映えのところってないかな。ね、うん、え、ちょ待って、なんかいるんだけど、なんかいるんだけど、なんかいるんだけど、え、見える人、私全然見えませんよ、これ。本当ですか、うん、ね、あ、オーブがありますね。あ、確かに。オーブも飛んでるし。ね、あ、どこなんですか、これ。これ、どこなん、どこだろう、これ。拾ってきたかぞ。拾ってきたかぞ、みたいです。怖いわ。拾ってきたかぞ、みたいですね。うん、ねえ。これも映え。映え。これも、乗ってせんかな、これもな。ねえ。インスタ、なえですよ、なえ。あと、うまいこと言うわ、これ。今年の流行語ですから。インスタなえ。インスタなえ。お、なんかいい、すごい。キレのいい子。ねえ。ということでございまして、ね、はい。もう一枚あるみたいですね。もう一枚、なんか一部、これあれから宣材写真かな、こちら。はい、こちら、どうぞ。はい。ねえ。それは、あれですね。いつも黒いサングラスしてらっしゃる。うん、あんまりこう、うん、あんまり正体がバレちゃうのでね、そこはさすがに隠しとかなきゃいけないけど、これは初音さんですよね。絶対勝てない方なので自分のライバルは自分みたいな。これ初音さん、初音さんに間違いないですね。こっちがミクさんです。こっちはミクさんです。ミクさん、はい、こっちがミクさんです。いや、あなたは初音です。こちらは初音ミクさんです。同じなんじゃないバーチャルの方なので、ね、そうなんですか。はい、ということで、じゃ資料まだございますよ。他にも、はい、あ、ちょっと他にも、あなたサバイバルゲームとかが好きみたいですね。そうですね、サバゲーム、サバイバルゲームですね。サバイバルゲームはどういうところがいいんですかね。決して威張ってはないんですけど、はい、サバゲーは、はい、実は昨日もやってきて、あら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 、新たなコミュニケーションが生まれるんですよ。おうほうほうほう。で、すごいマニアックな世界で、自分が本当映画とかの主人公になった気分で、ほう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 、楽しめるんで、うん、すごい面白いですよ。サバイバルゲーム。はい、威張ってはないんですけど。威張って、ちょっとあれですかね、ブリ役とかやっぱいるんですか。サバが威張って、ブリがこうやって。そっち？そういうゲームじゃないの？え？そういうゲームではないですね。そういうゲームだ。え、どういうゲームなんですか？エアガン持って、打ち合うゲームなんですけど、おおおお、エアガン、はい、エアガン持って当たると痛いやつ。まあそうですね、近いと痛いかもしれないですけど、白柳も結構小音声パパ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 長物、はい、長物、まあ普通のよく見るライフルなんですけど、はい、はい、
あの、まあ、一般的に有名なのだと、M4 とかだと結構カスタムがしやすくて、一般的に使ってる人モンストうまい4人まあ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 有名ですけど、うん、そっちでもなくて、うん、あの、ジューの名前でジューの名前っていうのがあって、もっとちょうだいちょっとそれで結構カスタムしやすくて、でも今はトレポンっていうのが流行ってて、トレポン、はい、トレーニングウェポンって言うんですけど、トレーニングウェポン、トレポン、はい、それも、まあ、M4 であるんですけど、トレパンマンも M4 が入ってるすごい絵ですね、トレーニングパンツ、まあ、見てみたい絵ですけどね、うん、もうもっとちょうだい、もっとちょうだい、で知識増やして私が一番今まで使ってたのはスカーっていう銃があるんですけど、うん、スカースカー、スカーっすね、もっとちょうだいまだある、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 違うんだけど白いだけどボックスまだある使うっていう風を持って、うん、まあ、よく遊んでたりとかしてて、まあ、ハンドガンも、うん、持つんですけど、うん、まあ、ハンドガンを使う機会っていうのはあんまなくて、うん、でまあ、1日中サポート、うん、お腹すごいなるお腹、サバイバル生活してるからお腹すごいなるのかしら、初音さん。昨日走り回りすぎて、すごいんですよ、体力の消費が。やっぱり、今度もジョコ誘ってもらっていいですかね。行きます、私このまま船長で行きます。立ちだけ持って。近接戦。近接戦。弾丸を気象地点で。そうやって、あーということを言っておりますけどもね。そういう時なんかやっぱり、なんかあれですか、なんかカモフラージュ的なのを着て、あ、まあそうですね、迷彩柄がメジャーなんですけど、迷彩柄、はい、結構わかんないようになる感じの、あ、でも本当わからない時わからないですよ、うん、あのモッシュって言って、うん、モッシュ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 だった気がするんですけど、モッシュいやいや、それちょっと悲しい感じになっちゃう、あの葉っぱとかの、あ、葉っぱとか緑色とかそういうの、あ、それがこれですね、このいやいやいや、これモッシュ、待って待って、これモッシュって言うんですか、違う、はずるさんじゃないですか、これじゃあ、いや、これはミクさんなので、これミクさん、はい、この格好でやってたらかなり目立ちますので、同じに見えるの本当ですか、それはそれで嬉しいんですけどね、うん、これミクさんなので、ね、はい、いやすごい、なんかいろんなことをやってらっしゃるっていうことが分かったんですけどもね、はい、いやー、そんな感じで、皆さん、お時間が来てしまったみたいですね。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。初音ミクさんでございました。ありがとうございました。ミクさんではないですね。これです。GM コインから嬉しいお知らせ。新機能実装、iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。GM コイン。はい、OK。ありがとうございます。お腹の音拾った。2回目は確実に。